やあ、せつねけいすけだよ。マキシマムです。今日は10月31日に収録だぜ。トリックオアトリート。さて、まあリアルじゃハロウィンですが、こっちでは普通の、ごく普通の日常をやっていきます。というわけで、前回のあらすじ、前回なんだろう、導入のパートでね、メインヒロインになりそうな女の子の名前が結局出てこんかったような、その女の子を助けて、その女の子がすごい妄想しまくりの女の子ってことで、もう近寄りがたいっていうところで終わったんやけど、いや、そこで終わってないな。その後、幼馴染すっごいこの可愛くておっぱい大きい女の子がいるという、そういうリア充的な、主人公が不良でリア充っていうことで、ってことが分かったところで、ね。分かったってところで終わったんだ、前回のパートは。遠すぎず、近すぎず、ゆるい関係の俺たちには、このくらいの距離感がちょうどいいのかもしれない。という感じで、主人公と、幼馴染の女の子が、一緒に投稿してるという、なんて羨ましい状況でしょう。なっちゃん、聞いてる？聞いてない。聞いてる人のセリフです。あ、ちなみに、前回のパートね、これ、なんて読むんやと思ったんやけど、ちゃんと喋ってみたらさ、ナナヤって読むらしい。ナナヤ。ナナヤ行くんですよ、主人公。ベジ！聞けよ。必死で横腹を殴られた。地味に痛い。バイオレンスな女の子だな。まったく。あ、という間に学校に到着していた。不思議何、不思議でもなんでもない。そりゃ右足を出して左足を出すと歩ける。当たり前体操やけんな。当たり前体操やよんぞお前。じゃん、ちなみに学校は家から徒歩5分圏内にあるのだ。便利！てってて、いちいちそういう通販みたいな合いの手はいりません。また一人言言ってる。聞こえてるぞ。ヤイが俺の制服の裾をクイクイと引っ張ってくる。うわぁ、こんなリアル、こんなことをしてくれる人、リアルにはいないぞ。羨ましいな。バックステップで2分って。普通に歩くより早いや、バックステップの時。んだよ。ほら、あそこ。あ？ヤイが指さした先には。いたー！妄想してそうな顔で立ってます。妄想してそうな顔で佇んでおります。メインヒロイン、名前わからん。校門の前に女が立っていた。あれが柱の女。姿勢正しく。背筋をピーンと伸ばし、カバンを持った両手は前に揃えている。もしかして、ラン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 ドセルは、ててんてん天使の羽ってやつか。ランドセル背負ってないぞ。ランドセル背負ってないのに、天使の羽みたいに背筋ピーンになってるよ。6年間、天使の羽で投稿し続けたらさ、これなくても背筋ピーンになるんだよ。すごいな、最近のランドセル。あとバッグがないからな、ちょっとダッチューのみたいな感じ、古いけどダッチューのみたいな感じの体勢になってます。しかしその表情は落ち着きがない。本当にちょっとあっちこっちのらりくらりとしております。ちょっと表情が落ち着いていないし、様子何かを待ってるような気がします。校門を通り過ぎる学生の群れの中にキョロキョロとせわしなく視線を泳がせていた。まるで誰かを探しているかのように。ほーら、恋するおためがお待ちかねみたいだよ。俺には挙動不審者にしか見えない。無視して校門を通り過ぎようとする。わー、捕まった。おかしいな、前に進まないぞ。出た、このお決まりのセリフ。八重に腕を掴まれていた。あ、でも掴んどる人は違うんやな。このヒロイン、幼馴染の方だった。前にもこんなことがあった気がする。親にとっては先週の話だよ。定期多摩放送的にはね。ちょっと、なっちゃん、声くらいかけてあげなさいよ。自分から挙動不審な人間に声かけるほど、チャレンジャーな人間じゃないから。そうだな。こういう、ちょっと、不審者には声をかけないっていうのは、小さい頃からお母さんに言われたことやけんな。それを守るだけなんだよな。どこが挙動不審者なのよ。明らかになっちゃんを探してるじゃない。あの女が挙動不審者に見えないなら、お前の目は意味ないな。後ろから破壊してやろうか。わお、えげつい。何わけのわかんないことを言ってるのよ。ほら、言った言った。こいつ、面白がっている。
おいやめろバカ。抵抗むなしく俺は八重に無理やり背中を押さえる形で女の前に出る。あ、七谷さん見つかった。近づいてきた。すごい勢いで近づいてきた。今足動かしてないよ。右足を出して左足を出すと歩けるじゃなかったぞ。完全にすり足だったぞ。ブエーっていう感じで浮いて飛んできたよ今。タオバイバイとかその辺の人じゃないとできんようなことをやったぞ今。浮いとったぞ今。俺の姿を見るや、ミツルヤって、ミツルヤってすごいゴジやな。通いらんよ。ミツルヤいないや。柱の女は満面の笑みを浮かべて跳ねるような勢いでこちらに駆け寄ってきた。跳ねてないな。今跳ねてなかったぞ。浮いて地面とは平行に飛んできたぞ今。すごい、バックステップとはまた違う意味ですごいぞ。はじめまして。おはようございます。え、はじめまして。スーパーイリュージョンバックステップで来たのだ。今のスーパーイリュージョンバックステップなの。すごいな最近のバックステップって。全然ステップしないな。どこかで会いましたか。おっと、七谷くんは、なっちゃんは、白を切るつもりだ。え、七谷さん、私のことを忘れてしまったのですか。登校中に、肘に矢が受けてしまってな。それが原因で記憶を失ってしまったんだ。これ、肘って思うよな。記憶と全然関係ないところダメージを受けてますけど。そう、それは大変です。すぐに手当てをしないと。信じるなよ。あとちょっと考えれば脳と関係ない部位っていうことは分かるでしょ。あとおっぱい揺れろ。こんだけ体揺れとんだったらおっぱいも揺れろ。でも七谷さんの命に別状がなくてよかった。記憶を失ってしまったのは悲しいですけど、これから新しい思い出をたくさん作りましょう。ポジティブだね君。っていうかこの顔妄想してるだろお前。これ思い出って書いてさ、妄想と読むパターンですか。そうですか。やだこの子前向き。七谷くんまで前向き扱いしたよ。安心してください、私が一生かけて七谷さんをサポートしますから。やばい、とにかく明るい安村みたいな感じのこと言ってるやん。安心してください、履いてますよ。リターン。ポジティブすぎるわ。とにかく明るい女の子。いやいや、記憶を失ったとか普通に嘘だから。リッカちゃんもそんな簡単に信じないの。あ、ようやくこの女の子の名前出てきたよ。リッカちゃんやって。高梨リッカじゃないよ。いや、名字出てきてないけどさ。え、嘘だったんですか。リッカって名前なんやな。まあな、いばんな。でもよかった、怪我をして記憶を失った七谷さんはいなかったんですね。七谷が二人以上おるような設定のことを言うなよ君。ほのちょっとわずかに少しだけ罪悪感に否まれた。やいこすぎる。お分かりいただけただろうか。え、お化けおらん。え、どっかお化けおらん。え、このさ、時計の裏とかおばおらんな。え、この草むらの中おらんな。ハゼロリア充やって、名前がリッカってだけにハゼロリア充やって、ハジキロリア充。すごい、このハゼロリア充、ハジキロリア充ってさ、別の方が言うのにさ、すごいコンビネーションでいい感じに繋がってきたぞ。打ち合わせしたん。この柱の女、1年前に路地裏でヤーンされかけていた時に、たまたま偶然ごく自然通りかかって助けた女だ。たまたま偶然ごく自然。めちゃくちゃ偶然を強調してきとんやん。しかもヤーンされかけていたってなんだお前。本当に同人誌みたいな言葉の使い方やめなさい。助けた後に礼をしたいと言ってきたので、キノコの溶剤を12個ほど送らせて別れたんだが、それから半年後、やつは突然現れた。やつって言うけんな。はじめまして、四条立花と申します。なんかさ、この今回あの幼馴染といい、この立花ちゃんといいさ、なんか名前に漢数字が入っとんよな。二つもそれぞれ二つずつ、あの二重八重とか二と八入っとって、こっちは四条立花やって。すげえ、合わせたら十やん。どっちも合わせたら十やん。そういう考え方で名前決めようかなこれ。
やばい、バニッシュメントデスリア充とかで、とにかくリア充を殺しに行くっていう幻想が12秒もここまで来たらさ、もうサイコパスになってくるからね。うわぁ、家庭の都合で精神桜花 学園からこちらのネオン高校に転校してきました。経験上、校庭の女に関わるとろくなことがない。だから俺は問題ごとに首を突っ込む際は身元が割れないように偽名を使っている。だから、いやだからってさ、タケノコ撲殺丸はないだろ。この女の時もタケノコを撲殺丸と名乗った。その噛みやすい名前やめてほしいんだけどな。しかし俺は重大なミスを犯していた。というかアホだった。そう、この女は俺の着ていた制服から学校名を割り出し、天津さえ転校してきやがった。この一つずつ一文字一文字をさ、ちゃんとさ強く読むことによって強調してくるというね。あとあなた今も妄想してるでしょ。その妄想してる顔やめなさい。しかも同じ学年同じクラスである。偶然って怖いね。過去にこいつ同様絡まれていた男を助け、それがきっかけで好意を寄せられることは何度かあったが、聞きましたか皆さん、絡まれていた男を助けて、それがきっかけで好意を寄せられていたことはあったという。何度も何度かって。皆さんすごいよ、電車男ですよ。電車男かける何倍ですか、何度かあったって。すごいな、リアルじゃ絶対起きないような現象だ。転校までしてきて追いかけてくるやつは初めてだった。俺は生まれて初めてほんの少しビビった。そしてタケノコ撲殺丸さん、撲滅丸さんか。撲殺丸って読むけど撲滅丸だよ。あなたに会いに来ました。家庭の事情とは何だったのか。これが家庭の事情だったらさ、この女の子両親を脅してまで家庭の事情に持っていくことしてるからね。怖い怖い。僕はタケノコを撲滅丸と名乗ったことを後悔した。しかし八重ちゃんも来なきゃだね。八重ちゃんじゃないわ。八重ちゃんはお前やろって感じだね。しかしリッカちゃんも来なきゃだね。毎朝こうしてなっちゃんを待ってるんだってさ。この女の子は俺のことを妄想のネタにしか思ってないよ。四条は転校してから今日までの半年間、学校のある日はこうして待ち構えているのだ。家庭の事情イコール未来の夫。あ、そういうことか。家庭の事情ってそういうことか。なるほど、未来の家庭の話をしよったんだよ。なるほどな、納得。いいえ、七谷さんに会えると思えば全然苦じゃないですよ。へっちゃらです。本当は学校の行き帰りもご一緒したいのですが、家の方角が真逆なのですよね。残念だな。この際奈々屋さんのご自宅の近くに引っ越してしまうという点も考えました。おい、やめろ。でもさすがに家まで追いかけるのはご迷惑ですし、私も両親を説得するのは骨が折れそうですので。あ、よかった、脅したわけじゃないんやな。うん、よかった。無理とは言わないところがすごい。そうやな。いやー、さすがお嬢様、恋にかける情熱は人一倍だね。大変ならやめてもいいんじゃよ。なんでじゃよなんだろう。もう長年者の経験論を語ろうとしとるもん。わざわざ毎朝校門前で待たなくても教室に行けば会えるだろうに、少しでも奈々さんといる時間が欲しくてこうして待っていようと決めたんです。きゃ、やばい、この子かわいいけどね。妄想してる子なんだよなって思えば。四条は赤くした頬を両手で隠し、なぜかくねくねと体を揺らしていた。やばい、そのくねくねと体を揺らしている瞬間を見てみたい。いやー、見せつけてくれるね。もうさ、二人とも付き合っちゃえば。断る。なっちゃん、こんなにいい子、今時めったに見つからないよ。スタイルもいいし、おっぱいも大きいし、母性あふれる体つきだし、他の男子にも大人気じゃん。やえちゃん、わかるよ。おっぱいも大きいしってところわかるよ。そうだな、おっぱい大きいし。けど、やえちゃんも大きいよな。この二人比べてみーだ、大差ないんよ。若干やっぱりっかちゃんの方が大きいんかなぐらいの感じ。
なんだか胸しか褒められてない気がします。いいんだよ、胸さえ大きければ。師匠は自分の胸に手を当てて唸っていた。何より一途なところ、私はそこにも好感が持てるね。好感度を下げる方法ないの？ほらほら、りっかちゃんはズババッとなっちゃんに告白しなさいって。あおんな。え、でもそんな急に。おいおい、これらで妄想しようた人気がいきなりピュアになるな。師匠は顔を赤くしてうつむいてしまった。ああ、こんなピュアな顔になるんじゃ。でもそうですよね、自分の気持ちを伝えることが大切ですよね。伝えるっつうか、もう溢れ出とるけどな。すでに溢れ出とるけどな、伝えんでもな。わざわざ伝えんでも溢れ出とるけんな。そう言って顔を上げた師匠の瞳の奥には一つの力強い決意が込められていた。七谷さん、私とお付き合いしていただけませんか？ごめんなさい。すげえな、リッカちゃん、ガーンってやってることがもう一目でわかるよ。ちょっと、どうして断るのよ。恋人ってのはお互いに好き同士がなるもんだろ。俺は別に師匠のことは特別好きじゃないし、そんな中途半端な気持ちで容易に相手を受け入れるのは失礼ってもんだ。言おうことは正論やけどさ、多分これな、建前ってやつやな、めんどくさいからなんだろうな、本当のところは。あらまあ、意外と真剣に考えてたのね、偉いぞなっちゃん。頭を撫でようとする八重の手を振り払う。だってさ、リッカちゃん。よし、外れたな、ミッション完了。正直外れたのは女の子の方だった、ヒロインの方だったよ。今回は振られちゃったけど、めげずになっちゃうの好感度を上げていけばいいのよ。わあ、元に戻った。はい、ヤエさん、私くじきません。いつかきっとナヤさんを振り向かせてみせます。ポジティブだね。その意気だよ、リッカちゃん。二人は女同士共感でもしているのか、手を取り合ってキャッキャしていた。先に行ってるぞ。朝から非常に疲れた。多分体力の8分の4ぐらい、あ、2分の1じゃそれ。2分の1ぐらいは使った。大きなため息をつきながら肛門をくぐる。その時、一つの視線を感じた。ああ、いきなりシリアス展開だ。これギャグ9割、シリアス1割だったな。そのシリアス1割が来たぞ。いやいや、市場のものではない。敵意と悪意、とてもシンプルな感情が込められた視線がどこかへ静かに俺を睨んでいる。ライバルかもしれませんよ、ライバルかも。俺は何気なく、さりげなく、あくまで自然に後ろを振り返る。校門周辺は登校途中の生徒でごった返している。あの人混みの中から視線の犯人を探し出すのはさすがに面倒だな。気がつけば視線は感じなくなっていた。一瞬だったんや。なっちゃん、どうしたの？急がないと遅刻してしまいますよ。いや、なんでもない。しかしこのさ、女ヒロインの女の子が2人おるんやけど、この声をどうにか分けれんもんかなって思うよな。片方、あの箱根の歌のコナミちゃんボイスで呼んでもいいんかもしれんな。だとしたら、あのメインヒロインのリッカちゃんは普通に読みたいけん、ヤエちゃんの方コナミちゃんボイスで読むことになるけど、合うんかな。やってみよう。あの視線、俺はどこかで、てめえコメントを見た瞬間、これは刹那圭介さんみたいな、この目の俺かい。また俺出てきたよ。パート1でも出てきたよね。おパート1では路地裏でバックステップとかしまくってさ、完全に返事なのに、こんなとこでなんかすごいキーキャラみたいな、キーマンみたいな出来方しちゃったよ。我が輩は窓際族である。あー、アニメの主人公で大体窓際に、席、窓際の席に座っておくとね、そのパターンか。はあ、あ、ことコナミちゃんボイスで呼んでみよう、ヤエちゃんのこと。はあ、どっこらしょ。合わない、これは合わないぞ。コナミちゃんボイス全然合わないぞ。ババアかよ。俺が窓際の一番後ろ、ヤエは俺の前、そしてヤエの隣が
はあ、今日も七夜さんの近くで一日を過ごせるなんて夢みたいです。すごい爪将棋のごとくすごい詰めてきてるなこの3人。こいつ毎日それ言ってんな。夢見るお嬢様は自分の世界に浸りながらマイペースで1次元目の準備を始めていた。ホームルームが始まるまでまだ少し時間があるな。我が輩はバックステップ族である。もう何でもバックステップつければ俺になるんやなって。だからすごいの出てきた。すごい人出てきたよ。おい七夜、暇つぶしにスマホでも一流とした矢先、パツキンのヤンキー風の男が話しかけていた。完全にこれ先生からの注意を何度も受けたようなそういうスタイルをしております。ちょっとつらかせや、ちょっとつらかせや、こんな感じで読もうか。この男は市沢拓郎。拓郎の空がさ、漢数字の空だったよ。完全に合計したら10になるんやな。これクラスメイトであり、ご覧の通りのヤンキー君である。時間を取らせないよ、さっさとしろ。ほなよ、コメントにしよう。俺を見下す拓郎からはどこか有無を言わせぬ迫力を感じた。わかったよ、仕方がない。カバンを持ち、しぶしぶと立ち上がる俺の様子を二人が 何事かと心配そうに見つめていた。おら急ぐぞ、ホームルームまでは庭を戻る。うん、行ってらっしゃい。あれが噂のツレションでしょうか。お嬢様らしいことを言うんじゃないよ。もう庶民よりはこれが当たり前なのでしょうかみたいな感じで言うじゃないよ。いやー違うと思うよ、どうせろくでもない話でしょ多分。さて不良の集会が始まる。そういえば奈々君は不良だったな。トイレトイレ。そんなわけで男子トイレやってきたのだ。人払いは済んでいるらしく、ここは俺と拓郎しかいない。なんか秘密の集会が始まる。二人だけの秘密の集会が。てめえが呼び出された理由は分かったんだろうな。ごめんなさい。足がわだわだと震える。俺は、あ、おかんかな、おかんねえんかこれは。震える足と唇を必死に振り立たせ声を出した。私他に好きな人がいるの。だから拓郎の気持ちは受け入れられない。この御用に及んで何ボケ入れてきたんだ。大がてめえに告白するっつった。つか気悪い声出すんじゃねえよ。やめて、そんな大きな声です、叫ばないで。今日の拓郎くんちょっと怖い。七夜くんのさ、いきなりキャラクターブレブレなところも怖いわな。俺としては女声出して内元でクレクレしてるてめえの方がよっぽど怖えよ。分かったから話は手短にな。ややこしくしてんのはてめえだろ。さすがギャグ9割や、ほんと。で例のもんを持ってきたんだろうな。密輸しようとしてるね。やはりその件か。どうなんだよ、まさか無理で知ったなんて言うつもりじゃねえだろうな。まさか、ちゃんと持ってきた。俺はしぶしぶとカバンの中からケースに入った CD を取り出す。 CD、 それと白い粉。おっと、これは警察が 見たらもう手が出てくるようなそういう物ではありませんか。ほらよ、その2つを拓郎に投げ渡す。詳細はそのデスクに入ってる。そう、これは取引だ。誰にも知られてはいけない闇取引。ふん、さすがだな、裏を牛耳ってるだけはある。報酬は明日例の場所で渡す。分かってると思うが、このことは。ああ、誰にも喋らない。俺の返事に拓郎は小さく鼻で笑った。それだ、市場に手を出したら消すぜ。わあ、君もリッカちゃんの目の敵にするんだね、俺のことを。拓郎は政治家いざまにドスの聞いた声でそれだけ言うと静かにトイレを後にした。四条立花か。一人取り残されたトイレの中で問題の中心になっている女の名をつぶやく。面倒なことになってきたな。深いため息をついたところでホームルームを告げるチャイムが鳴った。
もう昼休みか。早いもんだな。早いよ。確かに早いよ。だって僕らにとってはカットされたんだもんね。そりゃ午前の授業全部に出れば時間が経つのも早く感じるでしょうよ。俺は睡眠学習派だからな。あ、結局ヤエちゃんのこのコラミちゃんボイスで言うよ。もう忘れとったな。それよりお昼食べ行こうよ。お昼食べ、お昼食って、これお昼食べ行こうよ。お昼食べ行こうよって言い方するんで、なんか変わっとんな。スルーされた。ところで今日は昼は？ちゃんとお弁当持って作ってきたよ。あ、絶対合わんわこれ。ヤエちゃんにこの声は合わんわ。じゃあ屋上で食うか。わあ出てきた。ナナヤさん、ヤエさん、今日もご一緒してもいいですか？俺たちの飯の匂いを嗅ぎつけたのか、いやしいメス豚がすり寄ってきた。失礼な。メス豚じゃありませんよ。リッカちゃんのことをメス豚って言うんじゃないよ。どっちかって言ったら牛だよ。わかったか、メス牛だよ。俺たちの飯の匂いを嗅ぎつけたのか、いやらしいメス豚がすり寄ってきた。他の分を声で出さないでください。そもそも私って奈良さんの中でそんな扱いなのですか？よっしゃ、豚の言葉で頼む。というで今回時間がないんでこの辺ですごい中途半端なところで終わってすみませんね。というで今回この辺でご視聴ありがとうございました。仕上げ枠がすごいギリギリだったのだ。皆さん、刹那圭介さんの動画は面白い動画です。ぜひチャンネル登録をしてください。いやです。あ、そんなこと言うけん、リッカちゃん落ち込んでしもた。でも私、くじきません。いつかきっともっと多くの人を振り向かせてみせます。立ち直り早っ。